こんにちは業所塾の尾野です本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。現在の実力は分かっていますでしょうか過去問で200点以上取れる方でも、弊社の模試では160点という方もいらっしゃいます。これは理解しながら学習できていない可能性があります。早めに気づいて、残り2ヶ月でしっかり実力をつけていきましょう。予想模試の値上げまであと2日となりました。 予想模試はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでお早めにお申し込みくださいまだ2ヶ月ありますんで十分予想模試も復習まで行えますご安心くださいそれでは本日の3問に入っていきます C、D が夫婦である場合に C が成年者 E を自己のみの用紙とするときには D が同意について意思を表示することができないときを除いて D の同意を得なければならない丸か×かという問題です 考えたい方は動画を一旦ストップしていただければと思います。で答えは、これ正しいですね。配偶者のある者が縁組をするには、まあ、これ養子縁組ですね。原則、その配偶者の同意を得なければなりません。分かりやすく言えば、婚姻している者が養子となる場合、または養子になる場合には、自分の配偶者の同意を得る必要があるということです。まあ、よって、今回の問題は正しいです。 まあ理由だったり注意点については個別指導で解説させていただきますでは問い2です行政手続法は処分庁が金銭の納付を命じまたは金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは弔問の手続きも弁明の付与の手続きも取る必要がない旨を規定している丸か×かという問題ですで答えはこれ正しいですね 行政庁は、不利益処分をする場合には、原則当該不利益処分のな当て人となるものについて、意見陳述のための手続き、これは弔問だったり弁明の機会の付与ですね、これらの手続きを取らなければなりません。ただし、例外として納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取り消し、その他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、 上記意見陳述のための手続きは不要となっております。なので今回の問題文はこの部分の内容なので正しいということです。では問いさんです種類は。種類株式発行会社でない取締役会設置会社で複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して監査役を解任するには議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が 株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない、丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。監査役を解任するには株主総会の特別決議が必要です。監査役の解任についての株主総会の決議は、 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないとしていますよって今回の問題は正しいということですで今回の内容はすべて基本的な内容なんですけども問1については理解をしておいた方のが実力上がりますのでしっかり理解をしていただければと思います そして現在販売している予想模試についても理解すべき部分まで解説に記載しておりますので理解学習を実践することが可能です、まあ、結果として実力も上げやすいのでまだ実力不足だなと感じる方はぜひ予想模試ご検討ください2ヶ月あれば実力は上がりますんで最後まで諦めずに頑張っていきましょう予想模試の値上げまであと2日なのでお早めにお申し込みいただければと思いますお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みください あなたのお申し込みをお待ちしております。業所塾の小野でした。